こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。昼間の時間です。まあ、あと、セッションがね、うん、連日おかげさまで続いてるね。おかげさまで。はい、何昨日は？昨日はね、あのインド占星術、うん、その方は本当ね、やっぱ、まあ、賢いというかさ、きちんとしてらっしゃるというか、うん、インド占星術何年か前に受けてて、うん、こう毎年のように来年どうしたらいいか、うん、まあ、今年1年を振り返り、うん、その来年、うん、まあ、できたことできなかったこといろいろあるじゃん、うん、それを一緒にこう見ていくんだけども、うん、それ本当面白いんだけど、インド占星術の場合は、うん、何だろう、何月何日からこう、うん、何の星が入るっていうのが分かるのね、うん、例えば木星が何月何日から入ってるから、うん、こんな風に変わるよとか、うん、この時は土星が入るから、うん、ちょっと気をつけた方がいいよみたいなのが分かるんだけど、うん、まあ、今年の流れだよ、もう過ぎたやつだよ、うん、過ぎた流れをお伝えして、ここからこう入ってるか、こうだったと思いますよって言ったら、うん、本当ドンピシャだったっていう。ああ、そう。その、だから、うん、逆にそのドンピシャだっていうことは、うん、ある意味その、まあ、宇宙のリズムというかさ、うん、それに沿って生きてるからなんだよね。まあそうだよね。それがずれてる人っていうのは、うん、なんかちょっと、まあおかしいったらそれまた語弊あるかもしれないけど、うん、宇宙のリズムがこうなんだよっていう時に、うん、それに気がつかない。そうだよな。できない。そうだよな。うん。うん、面白かった。本当にね、今年、まあ星の動き1年こんなんじゃった、うん、こんなんだったんじゃないんですか、こうじゃないですか、きっとこの頃はこうで、うん、って言ったら、トンピシャだったね、うん、だったらそれはそれでいいことです。すごくいいこと。じゃあそれを踏まえて、じゃあ来年どうするかって、来年はこうでこの時期は気をつけた方がいい、こうよった時に、うん、もうなんかもう2人でこうパチパチパチって拍手だよね。うん、うん、そうだよな。だからそうだよな。だからまあいいことも悪いこともな、うん、その動きに沿って起こってるわけだからな。知って動くのと知らないで動くのって全然違うわけ、うんうん、だからなんかさ、知っててずるいとかってさね、うん、言われたことも私あるのよ、うん、知ってたらつまんないじゃないですかって、うん、言われたこともあるの、うん、その方じゃないよ別の方に、うん、知ってたらつまらないって、うん、いや確かにその行き当たりばったりの人生やりたい人はそれでいいかもしれないけども、うん、やっぱり準備しておく、うんうん、例えば試験だって、試験があるからって試験期間みたい、試験準備期間みたいのがあったりとか、うん、試合があるから、うん、その試合前に作戦を練るとか、うん、そうやってみんな来てるわけじゃない。そうだよな。私だから人生においてもそれはあってもいいと思うわけ、うん、でも当然高校入試があるからその勉強しようとか、うん、ね、結婚式があるから準備をしようとか、うん、残念ながらお葬式があるから、じゃあどこの、うん、ね、どこで最後、ね、お別れしたらいいのかってみんな準備するわけじゃない、うん、じゃあそれインド先生でもそういう準備に使ってほしいなと思うわけ、うん、じゃあ来年はこういう年なんだったら思いっきりこんなことしようとか、うんうん、来年はこういう年になったらちょっとここはセーブして、うん、こっちの部分頑張ろうとか、うん、やっぱりねそれをして、うん、まあ、できれば新年を迎えてほしいなと思うのね、うんうん、そうだよな、うん、まあ、ある意味こう思い込みだからな、その、自分の深い意識にインプットしていく、そう潜在意識を活用するな、うん、そうだから、まあ、来年はじっとしてよっていうならじっとする中で何をするかね。じっとする中で何をする。何の準備、要するに準備期間だからな。うん。うん、そのやっぱり言葉って大事だと思うのよ。うん、来年運気悪いよ。うん、もう絶対もう内から一歩も出ちゃダメだよっていう占い師のところには言っちゃいけないと思うわけ。うん、そうじゃなくて、こうしたらもっとうまくいくよとか、うん、うん、こうするとどんどんその翌年につながるよみたいな言い方をしないと、そうだよな。ああ、来年来ちゃうどうしよう、うん、じゃダメなのよ。そう。だからやたらとさ、うん、動くことが良しとされる社会だからな。うん、うん、そうじゃないんだけどね。うん、そう。だからこういわゆるさなぎの時期ってのは必要だからな。うん、もちろん。うん、じっとしてる中で何かこうエネルギーを、うん、高めていく。うん、ね、うん。例えば一生懸命家で本読んだっていいんだしさ。うん、な、うん、今までのことを振り返ってもいいんだろうしさ。うん、だからそこがさ、消極的にじっとするのはダメなのよ、うん、ただもうなんか外に出たら敵ばっかりだから、うん、うちにいようってそれは引きこもりと同じじゃん、うんうん、そうだよな、うん、だからそうじゃなくて、こういう時期だからこそこの分野を勉強しておこうとか、うん、こういう時期だからこそここをちょっと整理しておこうとか、うんうん、これ整理しておいたら次の飛躍の時にもう絶対役に立つとかっていうね、うん、そういうような気持ちが絶対必要だと思う。そうだよな。うん、うんうん、まあだからそういったやっぱりこう振り返りながらな、うん、インド先生も結構たくさん人受けてくれてるけど、うん、なかなかさそうやってさ、うん、定期的に
もう一回ちょっとチェックしてみようっていうのはさ、うん、ね、なかなか慣れない。その時その時その時に当たってる当たってないって、占いってそれ大体その辺で終わってしまうからな、当たった当たらないでさ、言うんだけど、やっぱりそういうもんじゃないという、ね、ことももっと上手に利用したいほしいよな、それもあるし、やっぱりだからやっぱりその振り返るのってさ、例えば節目がやっぱり日本人ってさ、例えば、自分の誕生日、新しい、例えば60歳にこれからなるんだ、どうしようみたいな、60代どう生きようとかさ、そういう節目とかやっぱり新年ってあるよね、2020年をどう迎えようとか、あとまあもしかしたら例えばその3月かもしれない、4月から、例えば、新しいところでこういう勉強するんだみたいな、そこの時とかっていうそういう節目でもいいし、逆にあれと思った時でも全然いいと思うけど、あれなんか流れ変わったよなって、この流れは何なんだろう、自分にとって吉なのか凶なのかみたいな、それをふっと感じる感覚を大事にしてほしい。そうだよな、だからあの健康診断みたいなもんだ。まあそれあるかもしれないね、あの自分の状態を知る、ね、そうだね、そういう、そのためのに、ま、年に1回ずつ、みんな血液検査したりしてるわけじゃん、そうだね、なそれと同じようにさ、あのその健康診断は全てじゃないからね、それと同じぐらいの感覚で、自分の運勢っていうの、運命っていうのか、そうね、なそれをさ見直すのも必要かもしれないね、だからさこう、運勢って言っちゃうと本当占いなんだけど、ある意味その自分のところに降り注いでるエネルギーと取っていただければ、どんなエネルギーが今自分に来てるのか、今だよ今だよって一生懸命こう背中を押してるエネルギーが来ているのにも気がつかない、そうだよ、もしくはちょっと待ってちょっと待ってって、そんなに慌てないでって言って止めるエネルギーが来ているのに、そうだよな、なんか世の中がゴーゴーだから私も行くみたいな、そういうのがもったいないと思うわけ。そうだよな。だからまあそうね、確かに占いってすごく庶民的で親しみやすいけども、私はすごいインド先生って言ったらもちろんその占いを超えた占いっていうかさ、そのエネルギーの流れを教えてくれるものだと思ってるの。そのエネルギーの流れを感じる人ってさ、あれおかしいなおかしいな、どうしようって、ちょっとひみさんとこ行ってみようかなっていう人いるもん。そうだよな、 なんか最近なんですよね、そうだよな、逆に言うと、なんかすごく好調すぎて怖いんですって、そういう人もいるしね、その感覚はね本当に皆さん素晴らしいものを持ってると思う。そうだよな、うん、そう、確かにそのエネルギー、どういうエネルギーが、ね、自分に降り注いでるかっていうのはな、それは大事なことだよな、だから間違いなく太陽はね、あのちゃんと昇って太陽また沈んで、ね、月もちゃんと出てって、それは皆さんに共通なんだよ、でもやっぱり木星はあなたにこういうエネルギーを送っているとか、土星はあなたにこういうメッセージを発しているとかっていう、そこは、やっぱり耳を傾けた、傾けていただきたいなと思う。そうだよな、大体な、赤信号みんなで渡れば怖くないそう言ってしまうからなそうね、でも赤信号は赤信号だから、そこはやっぱり止まってみると、止まると、な、いうことが大事だよな。止まってから踏み出してもいいわけだし、一個見送っても別にいいわけだし、そう、何焦っていく必要もないし、世の中の流れにこうな迎合してしまいがちだしな、それからやっぱりこう自分で思い込んでることいっぱいあるよな、ネガティブに思い込んでること、実はそうじゃないんだって、そうだね、いうことあるよ。例えばよくあるよな、そのお金に対する罪悪感みたいな ね、 そうね、お金もらっちゃいけないみたいなさ、なんか崇高な使命を持っているとお金を持っちゃいけないみたいなさ、なんかそんな、そうじゃなくてさ、やっぱりお金も道具だからね、やっぱり上手に使っていく、ね、いろんなもの、自分の持ってる才能も同じだってさ、なそれを上手に使っていくことが大事だってさ、なんか意味があるわけでしょ、そのある人は器用だったって、さっきの器用だったらさ、ね、あのいろんなことができたらさ、やっぱりそれはそれの役割があるから器用なわけでさ、生かされ言うてなあ、俺なんか不器用だから何もできないけどさ、だけど本当に器用な人を見てると、あの絵を描くとかさ、あるいは歌が上手だったら、それはやっぱり意味があるでしょ、でもさ、もう30年近く本を描き続けてると、これはすごい才能だよ。すごいと思うね、誰もできないと思う、本当にね、よく続いてると思うけどさ、あのまあだからそういう才能はさ、やっぱりもう一回きちんと見直してさ、やっぱりきちんと評価して、そうね、な、いかないとさ、なんか自己評価低いとさ、ね、だから私いつもインド先生初めての人にさ、あなたのことを必ず例に挙げるんだけど、あなたはその彗星というものの才能を本当にフルに生かして生きてきてる人なわけよ、彗星にはいろんな意味があるけれども、執筆とか文筆とか出版とかそういうのがあって、それを生かして、あなたは幸せに生きてるってことをお伝えしてるわけ、何の星を生かすか、
そうだな、たくさんあってもいいわけでも、その中で私は今この金星を使いたいとか、うん、土星のこの力を使いたいとか、うん、やっぱりそういうことを一緒にお客さんと話していくのは私はすごい楽しいね。そうだよな、だからそういうことをこう意識するとね、うん、そういう感覚っていうのはね、育ってくるんだよね、うん、育ると思う、ふっとしたことに、うん、出来事に対して、うん、それはどういうこうエネルギーなのかとかさ、そういうことを自分で感じ取って、うん、でどういう方向にどの程度踏み出すかとかさ、うんうんうん、いうふうなことがね、なんか確率に分かってくると思うんだよね。そうね、うん、絶対、うん、おすすめですございます。そうだよね、だからせっかくだからね、はい、そうやって、うん、縁があったんだからさ、はい、まあこれはあなたの才能だからね、そのあなたの、ね、その才能を周りも上手に使っていく、ね、そうだね、使っていただけたら嬉しい、ね、まあ、活用していくっていうかね、そうね、うん、そんなこともね考えてもらうと嬉しいよね。そうですね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。